ある日、白丸姫は疑問に思いました。退職したのに住民税の納付書が届いた。今まで給与から引かれていたのにどうしてでしょう。退職後も住民税納めるの？その疑問にお答えします。給与の場合、毎月の給与から引かれる税額が決まっているため、退職して住民税が引けなくなった場合、残りの分が納付書で届くんです。あらかじめ決まっている？例えば令和6年度の住民税だと、税額は令和5年中の所得で計算し、令和6年の6月から令和7年の5月の期間で納めていただきます。給料の場合、毎月の給与から引かれる税額が決まっているため、退職して住民税が引けなくなった場合、残りの分が納付書で届くんです。退職の時期や本人様の希望で、退職時に5月分までまとめて納付していただくこともあります。その場合、納付書は届きません。なるほど、去年の所得で計算した住民税だから、退職後も納付書が届くみたいです。白丸姫は安心したようです。